侍対決常連&初出場ご当地選手、いよいよ開催オールスターの注目は、中日ゲレーロ。7月14日名古屋ドーム、15日ゾゾマリンにマイナビオールスターゲーム2017が開催される。3月に第4回 WBC が行われていただけに、今年は侍対決が一つの話題となりそうだ。前世の投手では菅野、巨人、野手陣では坂本、小林、ともに巨人、筒香、でな、菊池、鈴木、田中、ともに広島らが出場。また、前派の投手陣は、地下、ソフトバンク、牧田、西武、松井、速本、ともに楽天、野手陣では、中田、日本ハム、松田、内川、ともにソフトバンク、秋山、西武、が選ばれた。全メンバーで唯一の2桁出場を果たすのは、13回目となる阿部、巨人、田が、初出場の顔ぶれも多い。前世は11人の投手のうち7人が初など、12選手が初出場。前派は9人が初めてだ。常連組と初出場組の争いも見どころだ。残念なのは、いずれも初出場となるはずだった近藤、日本ハム、や茂木、楽天、浜口、でなか、コンディションの問題で無念の欠場となること。それぞれ西川、日本ハム、源田、西武、清野、で中、代役として出場する。西川も源田も初出場。浜口は球団として5年連続となるルーキーでの選出だった。本拠地で出場するご当地選手にも注目。名古屋ドームで行われる第1戦では、中日からリーグトップの本塁打を放っているゲレーロら4選手。ZOZO マリンで行われる第2戦はロッテから鈴木ら3選手が選出。ロッテは現在リーグ最下位に低迷しているだけに、ファンに元気な姿を見せてほしいところだ。過去の救援成績は、前世78勝、前派80勝、引き分けは11度となっている。世は今年で勝敗を5分に戻せるか、逆に場がさらに差を広げるのか、熱戦に注目だ。米印マイナビオールスターゲーム2017第1戦、7月14日19時ナミダッシュ名古屋ドーム、第2戦、7月15。日18時ナミダッシュZOZOマリンスタジアム中継ぎ丸、14日ホームランダービー BS テレ朝&CS テレ朝チャンネルに、17時55分ナミダッシュ19時第1戦テレビ朝日、19時ナミダッシュ21時51分丸、15日ホームランダービー BS テレ朝&CS テレ朝チャンネルに、16時55分ナミダッシュ18時第2戦テレビ朝日、18時ナミダッシュ20時54分アベマット V で両試合をオリジナル解説で放送。ホームランダービーから試合後のヒーローインタビューまで完全制中継ぎの予定。7月14日のオールスター第1戦はこちらから。